俺だこんにちは、神田です。本日は、レノファと日曜日対戦した金沢についてお伝えしようと思います。もう皆さんもね、結果はご存知だと思いますが、一対ゼロで勝利という。いやー、本当に苦手。 金沢を撃破。しかも、アウェイで勝つ点3をゲットという。これはね、本当に大きな勝利じゃないでしょうか。いや、本当にね、えー、1対0苦しい戦いだったが、本当にね、勝てたことが何よりもね、素晴らしいなと。まあ、振り返ってね、行こうと思うんですけども、 立ち上がりから、こう、積極的な守備をね、レノファがしてて、相手にボールが渡った瞬間に、こう、前へ、前へプレースにね、行ってたので、金沢は、ちょっとでも、こう、楽なプレーをすると、ボールを奪われてしまうというね、まあ、精神的なプレッシャーを背負ってたって言ったら、 おかしいかもしれませんけども、まあ、ちょっと精神的にこう、プレッシャーかけられてたのかなと思います。で、レノファのプレスを買いくぐるために、えー、金沢が、おそらくなんですけども、前半4分、いや、もしか3分ぐらいかな ?442 から451にこう、システムを変えてきて、 中盤のね、枚数を増やして、まあ、レノファのね、プレスをかわそうとしていたと思います。けど、えー、システムを変えてすぐに、こう、マークがぼやけてしまったのかなまあ、前回の動画で説明しましたが、田中選手に、えー、ボールが入った瞬間、 金沢の選手がこう3枚プレスに来るんですけど、田中選手がこう、綺麗にうまく前を向いた瞬間、高井選手が高い位置から落ちてくるんですよね。で、田中選手が高井選手にボールを出した瞬間、今まではこのまま梅木選手が裏に抜けていってたんですけども、ちょっと今回だけかもしれませんけど、沢井選手が、 高い選手のポジションに入っていくんですよね。そうすると、高い選手が、ドリブルで外に開いて、まあ、沢井選手とポジションを変えると言ったらいいんですかね。で、沢井選手が、ちょっとこれ高い選手の位置に寄ってくると、このディフェンダーがついてくる。そうしてる間に田中選手がめっちゃオーバーラップしてくるんですよね。それを見た、 高井選手が裏に出して、引き連れてくるんですよね、ここのディフェンダーが。で、梅木選手が走り込んできての、パス出した瞬間で、神田が、えー、前回のね、動画で言いましたけども、金沢の、ここのエリアが開くよって。それは、そこを多分、渡辺監督狙ってたんだと思います。 え、練習でも多分ね、やってたんだと思うんですけども、田中選手のあの、オーバーラップが生きてきて、まあ、沢井選手が、しっかりディフェンダーを食いつかせることで、え、生まれたスペース。そして、え、梅木選手が、バックステップで、本当に中央に戻るディフェンダーを、え、トラップでかわして、ズドンとね、ゴールを決めるという、え、本当にね、 えー、金沢のここのスペースを、レノファがね、スカウティング通り、えー、先制点を上げれたんじゃないのかなと。まあ、神田も何回も言いますが、前の動画でここのスペース開くよって言った通りにね、えー、先制点奪えたから、本当に、えー、いい時間帯、開始早々、 えー、得点をね、上げたのが、本当にね、良かったなと思います。でもう一つ、えー、レノファが良かったところは、ビルドアップをするときに、渡辺選手がフリーになってて、こう、起点を作ってて、ちょっとね、こう、ドリブルで、前に運ぶんですよね。で、そうすると、金沢がこう、全体的に、下がるんですよね。 そうすると、レノファのサイドが開くので、ボールを出す。そうすると、ここのスペースが空いているので、レノファのボランチがオーバーラップをして、ここのスペースに来る。けども、金沢の選手が、この選手が行くのか、この選手が行くのか、この選手が行くのか、はっきりしていないので、その間に全体が押し上げて、レノファの、 こう、えー、人数かけた圧力のある攻撃が、まあ、できてたのかなと。で、ボールを例えばここで取られても、レノファが全体でね、高い位置、えー、中盤とディフェンスの距離がコンパクトになっているので、取られても、プレスが早くかけれる。で、金沢はパスが繋げられないので、えー、大きくクリアをするけども、 さっきも言ったように、中盤がコンパクトになっているので、セカンドボールを回収できる。そしてまた、レノファが同じように攻撃を組み立てができるという。も、ま、う、あ、そういうね、えー、いいリズムの攻撃がね、えー、できてたなと思います。で、まあ前半30分過ぎの高い選手が裏に抜け出した、まあ惜しいシーンもありましたけども、やっぱりね、 中盤の距離がコンパクトなので、やっぱ長い距離を走れる選手が、一人、二人いると、あのような攻撃ができるし、金沢のね、ディフェンスも、誰に誰がついていっていいのか、わからなくなってしまって、ちょっと混乱が起きてしまって、ああいったところにスペースができて、シュートチャンスがね、生まれたんじゃないのかなと思います。 で、まあレノバのね、えー、課題というか、を言わせてもらうと、まあ、追加点が、まあもう1点、もしくは2点、まあ、取れてたんじゃないのかなと思いますし、まあ、中盤と、えー、ディフェンスラインが、コンパクトになってる分、ここのね、背後のスペースを狙われていたので、そこのね、対応を、まあ、ディフェンスラインが見るのか、それともね、 ゴールキーパーが見るのか、まあ、はっきりした方がいいんじゃないのかなと。まあ、何回も言ってますけども、プレスバックと切り替えの部分、そして玉際の部分は結構厳しくいけてたと思いますし、良くなってたなと思うので、まあそこはね、えー、これからも継続していってほしいなと思いますし、まあ本当にこういう戦い方を今度からしていくんじゃないのかなと思うので、本当にここの裏のスペースを、まあ、 判断の部分で、次回までにね、えー、きっちり修正していけたらいいんじゃないのかなと思いますし、まあ、でけど、ある程度高い位置を取るので、狙われるのは仕方ないと思うんですけども、まあ、ちょっとね、危ないシーンが、えー、何個かあったので、そこはね、本当に、え気をつけてもらいたいなと思います。で、次が、土曜日で、ホームで相模原線ですかね。 えー、昇格してきた、えー、チームなので、またどんなチームなのか、えー、また神田の方が分析して、この動画でね、お伝えしようと思います。そして、えー、神田もね、土曜日、えー、ホームに応援に行こうと思いますので、次こそはですね、本当に、えー、連勝ストッパーって言われないようにですね、本当に、えー、皆さんと一緒に、えー、ホームで、え、勝利を分かち合いたいなと思います。 本日もね、最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また